皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？本日はあまり知られていないジェフ・クーンズの銃の自律についてご紹介いたします。アメリカ合衆国の美術家であり、バルーンのような彫刻作品が彼の代表作です。またキッチュなイメージを使った絵画、彫刻作品などで知られています。クーンズは1955年ペンシルバニア州ヨークに誕生します。シカゴ美術館附属美術大学やメリーランド美術大学で絵画を学びます。在学時にエド・パシュケに出会い、大きな影響を受け、彼のスタジオでアシスタントとして働きます。大学卒業後ニューヨークに移り、芸術家としてのキャリアを積みつつ MoMA で働き始めます。1980年代中頃から情報型時代におけるアートの意味を探求する一人として注目を集めます。ここからは彼のシリーズ別に彼の略歴をたどっていきます。1985年平行シリーズを発表。ソナベント・ガローが企画したグループ展ネオ・ジオメトリック・コンセプチャル・アートをきっかけに中心的存在とされたクーンズは一躍アート界の寵児となります。ザ・プリーニューシリーズは照明器具に様々な家庭用道具が取り付けられたシリーズで、これまでにない奇妙で斬新な構図を美術界にもたらします。ザ・ニューという掃除機を使ったシリーズは、大量生産される新型掃除機を輝かしく知的にディスプレイした作品です。1970年代にクーンズはエアートイのような彫刻を作り上げます。まるで本物のエアーラビットのような彫刻を制作し、これが以後クーンズの代表作となります。1986年に贅沢と劣化シリーズが展示されます。この時はアルコールをテーマにした作品群が展示されました。チンプシリーズの代表作はマイケル・ジャクソン&バブルスです。サザビーズニューヨークでこれらの1体が560万ドルで落札されています。1989年にはメイド・イン・ヘブンシリーズというタイトルの架空の映画の広告看板作品を制作します。クーンズは自分自身と妻シュターレル・イロナを看板用のモデルにしました。これは1990年から91年に制作されたホイットニー・メイド・イン・ヘブンシリーズの基礎となっています。3人の画商からの依頼でドイツのアーロル全城に展示する作品を制作することになったクーンズ。そして生まれたのが高さ13メートルのウエストハイランドホワイトテリア犬の彫刻パピーシリーズです。1994年からはクーンズの代表作となるセレブレーションシリーズが始まります。バルーンドッグやバレンタインハート、ダイヤモンドなどの巨大な彫刻作品による展示が考察されます。1999年、クーンズはイージーファンという新しいシリーズの制作に着手しました。ドイツグッケンハイムベルリンからの依頼で、クーンズ監督の下でアシスタントの手で描かれたビキニ、食べ物、風景を組み合わせたコラージュ手法を使った絵画作品です。2002年にポパイとオリーブのキャラクターのポパイシリーズの制作を始めます。はしご、ゴミ箱、フェンスや風船動物オブジェなどを組み合わせたシュルレアリスティックなインスタレーション的な作品へと展開していきます。2004年から2014年にかけてハルク・エルビスシリーズが制作されます。人気コミックのヒーロー、ハルクのインフレータブル人形とエルビス・プレスリーの構図を組み合わせたものです。そして2019年にも存命のアーティストとしてオークションでの作品落札額史上最高額を叩き出しています。今もアメリカの現代アート界を代表し活躍を続けています。そんな彼のあまり知られていない銃の自律を早速見ていきましょう。1、ダリを崇拝する10代。10代の頃クーンズはサルバドール・ダリを尊敬しており、ニューヨークのセントレジデンスホテルにダリを直接訪ねたこともあるほどでした。モーマで働いていた時のクーンズはダリの影響もあって髪を赤く染めて鉛筆で口ひげをくわえていたといいます。2、投資会社の設立。1980年にクーンズはミューチュアルファンドや株を売買するライセンスを得て、ウォール街のコモディティ仲介人として最初の投資会社を設立。フロリダのサラソータで両親と夏を過ごした後、クーンズはニューヨークに戻り、
コモディティ仲介人として仕事を始めています。3、ファクトリーを模したアトリエ。並行シリーズの後、ニューヨークに工場規模のスタジオを構え、30人以上のアシスタントを雇用し、作品制作を始めるようになります。それはアンディ・ウォーホルのファクトリーをモデルとしていました。現在クーンズのスタジオの広さは1500平方メートルにも及ぶ巨大なスペースで、90人から120人のレギュラーアシスタントがいるといいます。4、イメージコンサルタントを雇う。クーンズは公的ペルソナ、つまり世間から見たジェフ・クーンズ像を深めるのにイメージコンサルタントを雇いました。当時の現代美術家たちにとっては斬新なやり方で、具体的には主だった国際的な美術史の作品に囲まれた自分の写真を全面広告として掲載する方法でした。紹介記事やインタビューでは自分のことを三人称で語っています。5、ステンレス鋼でバルーンアート。1970年頃のバルーンアートをステンレス鋼で作り上げたラビットは、その後繰り返し作られ、50フィート以上の高さの作品も制作されています。クーンズは土産屋で見かけるような陳腐な商品とバロック様式のイメージを組み合わせ、ローブローとハイブローの境界線を曖昧にすることを楽しんでいます。6、妻は女優で国会議員。クーンズはハンガリー出身のイタリアに帰化したポルノ女優で、国会議員との二足のわらじを履き続けたシュターレル・イロナと1991年に結婚します。メイド・イン・ヘブンシリーズは夫婦の営みを露骨に描いたもので、ギュスターブ・クールベやエリュアール・マネといった初期近代美術家たちがブレイクスルーするきっかけとなったスキャンダルスなヌード作品の流れを組んで制作されたものです。1992年に息子ラディックを設けますが、その直後結婚は破局します。7、パピーシリーズと警官の死。1992年、ドイツのバート・アーロルゼンの展覧会のために作られたのがパピーです。この作品は1997年にソロモン・アール・グッケンハイム財団が購入します。博物館に所蔵される前に、その除幕式の前、庭師に変装したテロ組織 ETA の3人組が彫刻の近くに爆薬を仕掛けた植木鉢を置こうとしますが、ビルバオ警察に発見されて未遂に終わります。その後、その発見した警察官は ETA メンバーに射殺されてしまいました。8、気に食わないジャンル分け。美術界でクーンズの作品はミニマルアートやコンセプチャルアートといった無駄なものを極限まで切り詰める芸術に対する80年代の反動として、ネオポップまたはポストポップというレッテルを貼られています。クーンズはこのレッテル付けに納得できず、こう話します。僕の作品を初めて見た人は、作品の中にアイロニーを見るに違いない。でも僕にはそんなものは見えない。アイロニーとはとてつもなく批評的な感傷を生むものだと話しています。9、両極端な評価。クーンズの作品は両極端な反応を受けています。最高の存在、非常に永続性のあるモニュメント、テクニカルな名人芸と目玉が飛び出すくらいの視覚的爆発で喝采を浴びたと絶賛する人々がいる一方、ニューパブリック誌では、彼は大敗した芸術家だ、創造性に欠けている、彼は趣味の良くない金持ちに仕える一人でしかないと。またニューヨークタイムズ紙では、1980年代の最悪なものの特徴である最後の痛ましい喘ぎだと切り捨てられています。10、著作権訴訟の常連。実はクーンズ、アート界において物議を醸すだけではなく、アメリカの著作権法あるいはアートローの世界でもおなじみの人物です。この作品はクーンズが土産物屋で購入した子犬たちというタイトルの写真付きメッセージカードを元に制作されたもので、敗訴しています。他にもいくつかの訴訟で敗訴になっていますが、裁判で負けることなど売れっ子アーティストにとっては大したことがないのかもしれませんね。あまり知られていないジェフ・クーンズの10の自立、いかがでしたでしょうか。クーンズは市場の商品からスポーツや飲酒まで
私たちが消費対象に感じる魅力や欲望、機能性の享受と具体的な感情や関係のあり方に関心を持ち、これを作品化し別の命を与えた点に秀でていたクーンズ、訴訟をもろともせず今後も世界をあっと驚かす作品を生み出し続けてほしいですね。本日のお話はここまで。それではまた。